だいぶ秋めいてきたね、なんか。すっかりあの夏の暑さは。そろそろもう終わりかなって感じなんで、ね、もう8月も今22になりました、おはようございます。おはようございます。かずやです。あやです。で、今日週末なんですけど、ちょっとあのバンフを離れて観光に出かけます。はい。今日行くところは養蜂国立公園です。そうね、養蜂観光だね。まさに養蜂観光。はい、はい。あのエメラルドレイクとかナチュラルブリッジとか、あとは高川の滝、こういうところもあるのが養蜂観光ですけど、もう今向かっております。はい。ではこれから皆さんに養蜂観光をご紹介していきますので、ぜひぜひお付き合いください。はい、では行ってみましょう。はい。さあ、まもなくレイクルイーズに到着します。で、養蜂だとこのまま1号線をまっすぐに行けば養蜂なんですけど、直接は向かわずに1回ここで1号線を降りて、前朝食食べるのに失敗したというか時間が合わなかったパン屋さんレイクルイズのね、はい、あそこでちょっと朝食を食べようと思っております。今日はもう時間的にも空いてるし、そう、多分入れるでしょう。でしょう、うん、ちょっと行ってみます。いや、楽しみ、念願のですよ、ね、念願のパン屋さん空いてますね。空いてます、今日は。ね、よかった。よかった。まあ、ちょっと店内並んでるみたいだから、並びながら物見ようかしらね。そうか、室内だからマスクちゃんと一応してきます。ちなみに店内こんな感じで、そんなに広くはないです。奥の方に席がいくつかありますけど。で、手前にこのサンドイッチ類があったり、その棚にパンが並べてあったりします。で、ドリンクはレジで頼む感じですね。何にしようかな。これがベジタリアン、これコールドカットトリオ、何が入ってるんだろう。これがターキーで、ハム、ローストビーフ、スパイシーイタリアンとかツナがありますね。これも美味しそう。あやさん、だいぶもうお腹減って余裕がないでしょう。ちょっとまだ決めてないから。この辺りはクッキーだとか甘いもの系ですねが置いてあります。車の中戻ってきました。はい、購入できました、無事に。で、買ったものは、はい、サンドイッチですね。ベジサンドイッチ、こちらがベジサンドイッチで、これがツナですね。ですね。はい。でもう一回甘いものとしてこのシナモン版、はい、頼んでみました。うん、ちょっと初です、私、ね、ちょっと楽しみです。お腹減った。うん、食べましょうかね。はい。あ、ちなみに飲み物は毎度おなじみロンドンフォグでございます。はい。ミディアムサイズ、なんか思いのほか小さかったけどね。小さかったね。ね、スモールっぽいけど、スモールだ。まあいいや、楽しみですね。いただきます。はい、はい、こちらがベジサンドイッチです。中身レタスとかチーズとかトマト、いろいろ入ってるみたいです。すごいフレッシュそうな感じだね。うん、どうだった。ではいただきます。さっぱりして美味しい。お腹すいとったからね。うん、今日も朝からまだ食べておりませんので、じゃあまあゆっくり食べてきます、ね、そうだね。うん、それから食べ終わってから、じゃあ養蜂方面向かいましょうかね。はい、はい、混んでるね、想像以上に。もう駐車場完全に満車で、路中して10分ぐらい歩いてきました。もう前来たのは確か5月の末か6月の頭だったから、ほんと3ヶ月ぶりぐらいに来たわけですけど、もう夏も終わりの風景ですね。寒い。うん、意外と気温が上がらない。そう、今日晴れ予報だったんですけどね、全然こっちは天気が違いました。バンフンはもう雲を切りかかって青空見えてたけど、こっちはもう青空全く見えずに、こう見ての通り雨さえ降っている状況です。いかがですか、久々のエメラルドレイクで。なんかちょっとどんよりなのが残念だけど、まあ、天気は仕方がないね。落ち着いとるね、ここは。ね、うん、ここは多分
すんだ、ここの方がいいかな私。今値段見てきたら1時間70ドルってなってた。おレイクルイズが1時間125ドルだからね、うん、まあ、それに比べたら確かに価格は低いけど、それでも70ドルかって思っちゃうのが正直なところだけど上がりましたね、うん、まあ、ちなみにカヌーはここから乗ることができます。すでに湖上にはもう何層もカヌーが浮いてますね。それではちょっと遊歩道歩いてみましょうかね、うん、この向こうの木立の中にずっと続いてますので、あの辺までまた行ってみようと思います。さあ湖畔の遊歩道を今歩いてますが、またあの見晴らしのいいところまで行ってみようかね。うん、クマに気をつけてこの看板出てますけど、そうクマの大好物のこれバッファローベリーって言いますけど、これがなるシーズン、ベリーシーズンが来てます。これね美味しくないんですよ、人間食べても石鹸みたいな味がするんですけど、まあ、クマちゃんこれ大好きなので、これを食べに結構この辺りまで降りてくることがあります。でこの辺にあのクマの大好物のバッファローベリーが豊作ですけど、ちょっと食べてみましょうかね。よいしょ、あこれも熟熟、またちっちゃい実ですね。いただきます。すごいすごくまずいですよこの実を、皆さん食べないようにしてくださいね。別に毒があるわけじゃないけどとてもじゃないけど人間が美味しく食べれるものじゃないですね。楽渋い、まあ、でも確かに何だろう、ベリー系の何だろう、ちょっと酸っぱいのと甘いのはありますけど、まあクマさんはこれ大好きなんですね。特にこれからの季節ね、クマは冬眠に向けて栄養を溜め込む時期になるので、あれをわんさかと食べまくると思いますよ。あーまずかった。確かに雨だと鮮やかな色は見れないですけど、この雨ならではね、色が濃く見えるってこともあります。あこの湖面とかすごいいい色じゃないですか。雨だから残念だっていう人はね、ちょっとそこは気持ちを切り替えて、雨だからこそ見れる景色、特にこの養蜂国立公園はやはり水分が多い、前も確かその後喋ったと思いますけど、それが特徴なので、ぜひこの雨に濡れたしっとりとした森の雰囲気を味わっていただくのもいいんじゃないかなと思います。さあ森の中を抜けて対岸の見晴らしのいい場所まで降りてきました。ここは雪崩の跡ですね。毎年雪崩が起こっているので大きな木が生えない場所です。まあ、この雨上がりの湖もなかなかいいよ、ね、色綺麗じゃない、うん、全然綺麗だった、うん、ちょっとチラチラって見えた。そう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 、むしろしっとりしてて、うん、いいな。これはこれですね。で、あの橋のところあんなに人が多かったのにさ、こっちまで来る人少ないんだね。少ないね。うん、あの辺でもう写真撮って終わりなんじゃないの。ね、全然人がいやしない、うん、基本的にロッキーは人が少ないとこですから、ちょっと歩けば本当に落ち着いた風景を見ることができます。ね、さあ今どこにいますか。はい、こちらナチュラルブリッジでございます。そう、さっきまでエメラルドレイクにいてね、うん、そっから5分ぐらいまた下ってきたところですけど、うん、ナチュラルブリッジ、天然の橋におります。ここはキッキングホース川が流れてるんですけど、これが岩をくり抜いてまるで橋みたいになってるので、天然の橋、ナチュラルブリッジなんて呼ばれてます、はい、早速ちょっと見ていきましょうか ね。で、さっきから道端にこんな感じで雪って思ったんですけど、よく見たらこれ全部あられですね。相当大きな雷雲が通ってったなと思いますけど、昨日バンフで降った雪が、じゃない雨がこの辺だとあられだったのかな。これ相当だよね、すごい、うん、ここまでの初めて見た、うん、行ってみましょう。はい、いやなんか怖いですね、今日すごい水量だね。でナチュラルブリッジはこの右側にある、違う左側にあるので、ちょっと見てみましょうかね。はい、これです。この岩がこの部分ですね、この部分がこう橋みたいになって、その下を川が流れてる、ナチュラルブリッジでございます。
うこれ本当に水量が多すぎて近づきたくないぐらいの迫力がありますけど、ここまでの水量があるのは珍しいですね。さすがにちょっとそっちの展望台も上がってみようかね。こんな日にナチュラルブリッジに来ると本当なんか水の力を感じるよね。すごいよね。だってあれ自然にさ、切り開かれたんだもんね。そうだよ。昔はこの岩の上を滝みたいに流れてたみたいですけど、時間をかけて削られて岩の下を水がくぐるようになったっていうところですね。あれ形もね、なんでいつかはあの橋の部分は削られて落ちちゃうって言われてますけど。それではナチュラルブリッジはこんなもんにして、フィールドのインフォメーションセンター行ってみましょうかね。そうだね、行ってみよう。はい、高川滝まではあと多分10分ぐらいの場所まで来てます。この後この道路上で一つ見どころがあるので、どこまで伝わるかなわからないけど。そうだね。ここは小型車だと別にそうでもないんですよね、見どころが。そうなんですよ。バスだとかで行くと面白みが分かるんですけど、ちょっと、ちょっとその場所着いたら説明しますので、あとちょっとお待ちください。はい、さあ見えてきました。分かりづらいかもしれないですけど、これスイッチバックと呼ばれるところですね。はい、このマツダの3なら全然あのくるっと回れるんですけど、大型バス、ここに今左側に看板見えてますけど、7メートル以上の長さがある車はここで頭を突っ込んでバックで上がっていって、そう抜けないと切り返しができないんですよね。次のカーブがかなり急なので、でこれをスイッチバック方式っていう風に呼びます。ここが一番急なんだよね。そう、ここ2つ目のカーブがすごく急なので、結構小型車でも急、上が見えないからそうちょっと怖いんだよね。ちょっとね、そう、ちょっと下するし、そう急なの、対向車線まで出ないと回れないんです。この小型車でもそうなので、大型バスとかは当然ですが、はい、切り返しはできないのでスイッチバックという方式で登っていきます。ここがちょっと高川ロードの一番の見どころかな。そうですね、ではまた高川滝まであと10分ぐらいなので、しばらくお待ちください。はいはい、かぶったね。かぶった高川の滝に到着しました。はい、さっきのエメラルドレイクはやっぱり30分ちょっと走ったかな。そうだね、でもすでにあの音が聞こえていると思いますけど、そう、今この左側に高川滝見えてます、ここですね、はい、あれです、あれです。ここの高川滝のトレイル、まあ、この観光で行ける遊歩道なんですけど、本当あの滝の真下まで行くことができるので、これからあの滝に向かって歩いてきます。ぜひちょっと見てもらいたいね。はい、はい、ちょっと歩いててみましょう。はい、今日水量すごいね、高川。すごい。これあのカナダでも最大の滝の一つで、確か2段に分けて流れてるけど、全部合わせたら 350m だったかな、落差があるので非常に大きな滝です。今日近づけないかもしれんね、あんだけ流れがすごいと。やばいね。まあ行けるとこまで行ってみましょう。はい、はい、滝にだいぶ近づいてきました。もうあの前が水煙でえらいことになってますけど、あと雨も降ってきてなかなか厳しい状況です。大丈夫、あやさん。あ、風も出てきたね、やっぱり。寒い。今日は真夏の晴れた日に来るなら気持ちがいいと思うけど、やっぱりあの今日はちょっと寒い。ちなみに高川っていうのは先住民の言葉で、あの壮大なって意味がありますけど、まさにその言葉の通りの場所ですね。ここは用法もあの先住民が驚いた時に出す言葉っていう風に訳されているので、本当この用法はダイナミックな地形が多いところです。風が強くなってきたな。もうこの辺りが限界かしら今日は。厳しい今の装備では。本当にすごい迫力、怖いぐらいだわ。ナチュラルブリッジの方だったけど、ちなみにこの高川滝はさっきの取り付き道路がね、6月の下旬ぐらいにしかオープンしないので、本当来られるのは夏の間の3ヶ月間ぐらい、はい、あとは全部冬季閉鎖になってしまうので、貴重な、そう、
来るにはタイミングを測るのがすごい大事ですね。でもカメラが限界なのでもうちょっと戻りましょう。はいはいはい、無事に戻ってきました。さっきあの滝のすぐ下まで行ってちょっと風も水もすごくてね、もう逃げるように帰ってきたんですけど、はい、高川滝いかがでした？ね、なかなか迫力がすごかったと思います。まあ、これだけじゃなくてもさっきのエメラルドレイクとかナチュラルブリッジ両方の観光をしてみましたけど、なかなか迫力のある景色が見えるかなと思います。はい、一般的にバンフから出発する両方観光に行くと、あとモレンコに行くことが多いんですけど、うん、まあ、今日は駐車場絶対空いてないだろうということで、そう、はい、モレンコに関してはまた前に出した動画をご覧ください、よければ。そうだね、うん、ただこの両方観光バンフに来たらぜひぜひ参加していただきたいものの一つなので、うん、なかなか面白いと思いますよ、うん、はい、こんなところでしょうか。そうだね、はい、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。おいじゃおいじゃ